ふるさと静岡県をもう一度誇れる、全国から素晴らしいと言われる県にしたい、その県政を立て直したい思いの一心で立候補を決意いたしました。そして先ほどもありましたが、この知事選挙の争点は与野党対決でもなければ、中部と西部の戦いでもありません。国政と県政は別です。県政は県民の皆様のための政治です。この選挙の争点は県民の皆様の声をちゃんと聞いて受け止めて県政ができるかどうかなんです。これまでの県政、皆様の声は届いていましたでしょうか。東部の声は届いていましたでしょうか。伊豆の声は届いていましたでしょうか。どうでしょうか。これまでの県民不在の県政からしっかりと皆様お一人お一人の声が届く県政、大きな企業さん、大きな声だけでなく中小企業さんも、生活で元気な方も、お困りの方も、ものづくり産業も、農林水産業も、みんなの声がしっかり届く県政、そして東部、中部、西部、伊豆、それぞれの個性を生かしてしっかりとつながっていく絆のある県政、これが私が目指す静岡県政であります。私は出身は静岡市ですけれども、浜松にも住んでおりましたし、東部にも母親の関係で親戚がいっぱいおります。でも私は常にオール静岡なんです。国出しを通して県で副知事をしてまいりました。36年間行政の経験をする中で、常に私は静岡県全体のために頑張ってまいりました。しかし今中部から出るというお話についてありましたが、私はですね、中部出身でありますが、東部、西部、みんなのために仕事をしなければいけないんです。そして今一番これまで声が届きにくかった東部、伊豆のために頑張る地になります。よろしいでしょうか。今全国から注目されているリニアの問題がございます。この問題について私は、水や環境は一切妥協せず1年以内に結果を出すというふうに言っております。そのためにまず、先ほどもありましたが、 JR 東海さんにしっかりと静岡県にとってのメリットも出していただきたいと思っております。今リニアが通れば望みがなくなりますから、光の停車本数が増えると言われています。 1.5 倍増えると言われていますが、これをもっとしっかりと国の負担でなくて JR 東海さんに示していただきたいと思っています。しっかりとものを言って、最後は私が36年間使ってきた国とのネットワークで国にその約束を担保してもらおうと思っています。そしてリニア問題を解決します。お任せください。よろしいでしょうか。そしてもう一つ話題になっている浜松のドーム球場、370億円以上かかります。このドームありきの議論をゼロベースで見直します。浜松市内でもいろんな議論があるんです。そんな多目的な球場とかじゃなくて、高校野球のために使いたいあの場所でいいのか、赤海側はどうなのか、いろんな議論があるんです。しっかりと浜松の皆さんの声を聞いて、そして東部、中部の声を聞いていきます。東部、伊豆には道路も良くしなければならない、渋滞解消もしなければならない、産業も育てなければならない、観光、
防災、いろんな課題がございます。そのためにもっと有効に予算を使っていきたいんです。いかがでしょうか。そのために私はオール指導課だけど、東部のために何ができるか日夜考えております。伊豆のために何ができるか考えております。そこで新しいビジョンをお示したいと思います。静岡県前進ビジョン、関連予算総額4年間で1兆円以上、これを私の本日からの公約にしたいと思っております。いかがでしょうか。これはですね、インフラ整備、それから防災、産業、そして皆様の生活の幸せ、この4つの要素が入っております。そして地域別のプロジェクト、東部、伊豆、中部、西部出しております。今日西部のプランは出したんですけども、やはり東部伊豆についてはさらに練る必要があると思っております。そこでちょっとお待ちいただきたいと思います。私の頭の中に入っておりますが、後日といってもそんなに遠くなく、東部と伊豆のためのビジョンをお示したいと思います。当然この東部伊豆の発展のために、この富士山から伊豆にかけた素晴らしい風光明媚な観光、そしてこの産業、医療から、そして沼津はアニメの聖地でもあります。こういったさまざまな新しい産業をしっかり活かしながら、そして基盤整備、ご近隣の皆様方にも大きなスピーカーでお騒がせをいたしました。この声、この思いお聞きいただきましたなら、どうか皆様のお力で大村新一、大村新一、